にちは。実行委員会を代表して情勢報告を、都基調報告をさせていただきます。お手元に緑色の、ご案内があると思います。そこに基調報告が載っていますので、また後でゆっくり見ていただきたいと思います。今野村委員長からもありましたように、子ども子育て新システム関連法案の国会審議が始まりました。何としても消費税増税法案を通したい政府は、社会保障税一体改革関連法案の一括審議をする特別委員会というものを設置しました。そこに新システム関連法案も位置づけて、十分な審議も保障せずに法案の成立を狙っています。しかし私たちの運動の力でなかなか審議に入れないでいます。私たちはこの法案はどう読んでも市町村の責任が後退する、本当にひどい法案だというふうに思っています。保育を受ける権利と市町村の保育の実施義務は対になっているものです。市町村の保育の責任がなくなれば、子どもが保育を受ける権利もまたなくなってしまいます。子どもの権利を軽視する新システム関連法案は何としても廃案にさせるしかありません。私たちは子ども本位の制度改革を皆さんと一緒に求めていきましょう。新システム関連法案のいくつかの問題点を挙げたいと思います。まず第一に、市町村が保育を提供する責任がなくなります。市町村は保育の必要性を認定し、保育が不足しているときに利用調整、斡旋、施設への利用要請をするだけです。私たち保護者は市町村に保育の認定の申請をし、認定を受け、施設と直接契約、認定されたら施設と直接契約をして、そしてやっと保育所に入所できる。今までよりも非常に手間がかかる仕組みになります。保育園に入れなくても市町村は責任を取ってくれません。2つ目、新システムでは子どものために支出される公費が子どものために使われなくなります。企業の保育所では配当や事業者の収入として歯止めなく流出できるようになります。そして保育料以外の上乗せ徴収も認められることになっています。保護者の負担は一気に増えます。お金がなければ必要な保育も受けられない、保育に格差が生じる、それが新システムで、営利企業本位の保育を市場化する制度だということができます。3つ目、新システムでは総合子ども園のほかに、子ども園や地域型保育施設など異なる基準が設定されます。特にビルの一室でも保育ができるような地域型保育、ここは子ども園よりもさらに低い基準が設定されることが予想されています。ここでの保育は質が低下することは必至であり、今日何度も訴えがあったように、子どもの命さえ脅かされる危険性があります。4つ目、新システムでは養保一体化によって質の高い幼児教育と保育をすべての子どもに一体的に提供し、そのことによって待機児童もなくなるんだと政府は説明していますが、最終的には一体化どころか5種類も6種類も7種類も多様な形態の施設、事業が併存する、とても説明できないくらい複雑な制度になっています。また保育と幼児教育をことさら区別して、子どもが受ける保育は保護者の就労に合わせてさらに短時間長時間というような区別がされます。保育は教育、幼児教育とは別の時間で預かる託児にされてしまっている。私たちがこれまで長年積み重ねてきた保育実践の成果や保育者の専門性、これが非常に軽視されている。それが新システムです。
今日の展示にもありましたが、大震災から1年が過ぎても被災地では保育所や幼稚園の再建、そして放射能対策など子ども分野の復旧はまだまだ進んでいません。そして日本の社会全体を見ても、子どもの貧困や虐待への対応など急を要している問題がたくさんあります。だからこそ私たちは保育を保護者の自己責任にするのではなく、社会や大人の責任で全ての子どもの権利を保障する社会保障としての保育、公的保育を拡充することが一層必要になっているのです。子どもたちは自分から声を上げることはできません。ましてや自分で保育所を選ぶこともできません。幼い子どもたちの明日を守るのは私たち大人の責任です。公的保育制度解体を許さない戦いは、国会闘争も含めてまさに今正念場です。今幼稚園の団体の人たちも、総合子ども園に企業が入ることは問題だというような懸念を表明し、新システムに反対の声を上げています。新システム撤回、新システムノーの声は確実に広がっています。新システム関連法案を必ず廃案にし、現行制度、国と自治体が責任を負う現行制度の拡充を求めて、私たちは次の運動を緊急に進めていきましょう。一つは皆さんが今取り組んでいる新システム撤回署名、これを新システム関連法案が審議される国会に山と積み上げて、政府国会への要請を強めましょう。二つ目は国と自治体に待機児童の解消を求めつつ、私たちも地域で必要な保育所づくりの運動を進めていきましょう。3つ目は消費税の増税ではない、子どものために確実に使われる財源を確保し、子どものための予算を大幅に増やして、保育条件と保育を支える職員の労働条件の改善を求めていきましょう。そして皆さんにお願いです。こうした運動を大きく広げていくために、ぜひ皆さんにこの運動を支えるカンパのご協力をお願いしたいと思います。今日は初めて私たちこんなに広い明治公園で集会を開きました。テントなども出していただきましたが、いろいろお金がかかっています。皆さんも参加されるのにお金がかかっているとは思いますが、ぜひそこはお財布の口を大きく開けていただいて、みんなの力で運動をさらに盛り上げていくために、カンパのご協力をよろしくお願いいたします。これからカンパ要員が回りますので、嫌な顔をせずにぜひよろしくお願いいたします。実行委員会を代表して情勢報告と基調報告をさせていただきました。ありがとうございました。